この方がシャントルーのオーナーですね。シャントルーの犬です。でちょっとね、今からもうイタリアングレハンドのジャッジ始まります。Sorry. ちょっとゴールデンの方にも行かなきゃいけないんですけど、ちょっと。イタリアングレーハウンドって本当にすごくこの繊細ですよね、なんかね。ジャッジ始まりましたね。友達とも会いましたね。ちょっと僕がね、真っ黒のパンツ履いてきてたからいつも黒い服着てるから、ちょっとそのお友達の犬は黒だから、なんか黒いパンツちょっと気になるみたいな感じで、さっき僕の服を見てましたね。それちょっと色が黒をやめてほしいなみたいな感じで、まあ、僕は勝手にそう思ったのかもしれませんが、僕の服を見てました。すごい。僕の服もちなみにこんな感じ、下が黒いでしょ、だからなんかすごい気に入りしてましたねさっき。フランスのシャントルーっていう犬舎がありますが、そのシャントルーの血統が好きなんだっておっしゃってましたね、その友達は言ってました。でそのシャントルーの、あの人シャントルーのオーナーなのかな、あるいはシャントルーの犬なのかな、シャントルーのオーナーなんだと思いますが、それシャントルー、それシャントルーだよみたいな感じで、その犬のことを指して言ったのか、その人のことを指して言ったのかちょっと分かんなかったんですけど、僕もねシャントルーもちろん知ってるんですけど、
そのオーナーがシャントルのオーナーなのか、その犬がシャントルの犬って言ったのかちょっと分からなかったんですよ。そのオーナーをよく知らないから、ちょっと後で聞いてみようかな。今行くわけにいかないですね。8時半、今ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっとね、うっす、ビデオになってた。今8時40分ですね。だから、まあ、8時半からスタートしてるんですけど、8時半からスタートするのはゴールデンとトーラ、あのなんだっけ、ノバスコシアダクトーリングレトリバー、両方とも8時半からスタートするんですが、ちょっと行かなきゃいけないんですよね。すごいコナ、ほら、なんかね、イタリアングレーハウンドってものすごくこの華奢じゃないですか。繊細な犬ですよね。繊細な犬、うん、ちゃんと歩いてないな、ちゃんと歩いてない、ちゃんと歩いてない。なんか練習してなかったのかな。練習してなかったのかな。今日は2022年の4月の23日なんですが、ここはパリです。パリの、ヨーロピアンドッグショー2022、パリで開催されてるんですが、6月にスペインのマドリードで、ワールドドッグショー開催されます。
その時はだからワールドドッグショーなので、今回よりも大きなショーになりますよ。でそれはね、その時もだから、まあ、今のお友達と会うわけですよ。で、ですからその時は、今何の話しようと思ってその話したんだっけ。ちょっと別のこと考えたら分からなくなった。なんかちゃんと走ってないな、あれ。いや、あの犬が、ちょっと待って、どの犬が選ばれるかなと思いながら見てたら、今話す内容を忘れました。何の話だっけ。なんでここはパリなんですが6月マドリードっていう話をしようとしたんだっけ。今そのお友達はスペインの人なんですね。向こうに立ってますけど、だからスペインだから、やっぱりあの犬が選ばれた。この犬選ばれた。ちょっとね、いろんなところに行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンレッドリバーと、そのだからノバスコシア行かなきゃいけないし、だからここの場所ちょっと離れなきゃいけないんですが、そのお友達がいるから、そのちょっとね、一旦止めた方がいいだろうか。また入ってきたかな。入った。いつもそのなんか輪の中心にいますよね、そのお友達は。性格がね、明るくてすごいいい人ですよ。だからやっぱりいつも常に輪の中心にいますよ。もう今右側にいますけど、右側というか、まあ、うん、そうですね、ちょっと待ってください、リングの右にいますけど、だからみんながそこに集まってくるから、その勝手に輪の中心になるんですよね。まあ、人気者なんですね、だからね。カテゴリーが分かんないですね。最初のやつ何だったんだろう。マジでカテゴリーがちょっと分かんないな。このね、今回のそのヨーロピアンドッグショーは、通常だとね、ウェブサイトからそのデジタルカタログをダウンロードできるんですが、できないんですよね。だからちょっとすごい困ってますね。
リアン・グレーハウンドもやっぱそうなんですけど、ヨーロッパの犬とアメリカの犬全然違うから。好みが分かれますよね、ヨーロッパの犬が好きな人とアメリカの犬が好きな人と。なんかすごいさっきからあそこの犬が吠えてますね。犬が来るたんびに吠えてますね、いろんな犬が。何の犬種なんでしょう。ちょっと一回止めようかな。ちょっと一回止めます。カテゴリーが全然わかりません、すいません。だからカタログがないからちょっとね、わかんないんですよ。でもパピーではないですよね。パピーっていうか若い犬なのかな。ちょっとちっちゃいかな。イタリアングレーハウンドってすごい、なんかもうすごい怖がってますよね、常にね、何かをね。もう見ててかわいそうになるぐらい、いつもなんか緊張して怖がってますよね。すごいかわいそうな感じに見えますね。ただこういうなんかちっちゃくて、この歩き方もそうですけど、ほらね、こういう犬をね、そのね、だから何ていうかな、そのほら街中で散歩してるのもかっこいいかもしれないですよ。なんかおしゃれな感じするかもしれないですよね。特にイタリアなんかでね。全然背中しか映ってない。これはね、イタリアの人だって言ってました、さっき。でもイタリアの犬よりもむしろシャントルーの犬の方がいいっていうふうに、まあ、僕のお友達はそういうふうに言ってましたね。そのお友達はスペインの人です。今もうリングサイドにいるけど映しませんけどね。繊細ですよね。
グループはなんかこういうそのね、あ、サイトハウンドだから、あの、なんていうんですか、こう背中がちょっとね、後ろの方がこう丸まったような犬がたくさんいますね。あのボルゾイとかウィペットとか、この方イタリアの人だそうです。まあ、イタリアングレーハウンドっていうぐらいですからね、イタリアが、まあ、原産国なんですけど、結構黒い犬がいっぱい出てますね。全身黒の犬が、まあ、この犬もそうですけど、その僕のお友達の犬も真っ黒ですよね。黒がおしゃれなのかな。まあ黒はおしゃれですね。ただ僕のパンツが黒だからすごい見てましたね。黒のパンツ履くんじゃねえみたいな。ちょっとだから、あ、そうだ、それで言おうとしたんだ。だから今度6月のあのスペインの、思い出した、さっき言おうとしたこと。6月のだからマドリードのワールドドッグショーの時は黒のパンツじゃないパンツを履いてこなきゃいけないかもしれないですね。そう、それを言おうとしたんだ。だから白いパンツを履いていくかな。ちょっと本当行かなきゃいけないんですけどね。大丈夫かな。まあ大丈夫じゃないような気がするんですが、ちょっと絶対行かなきゃいけない。ちょっとどうしよう。イタリアングレーハウンドおしゃれだな。イタリアングレーハウンドおしゃれですね。なんかね、まあ分かるわ、好きな人の気持ち。生き物としてのね、戦闘能力が弱いからどうしても怖がりになるんですよね。それはもうしょうがないです。こういう華奢な生き物っていうのは怖いのは当たり前ですけどね。絶対戦ったら負けるわけですから、やっぱ怖いですよ。なんかされたら自分の急にも生命の危機になるわけですからね。だから怖いのは当たり前なんですよね。
だからすごいなんかデリケートに、だからこうものすごく優しくこう接しないとダメですね、こういう犬は。一頭だけだ。ちょっと本当行かなきゃいけないんだけどな。ちょっと行こうかな。ちょっと行ってくる。すいません。ちょっと行きます。今ちょっとね席を外してたらっていうか、もうトーラは終わってましたね。トーラ終わってもう今パリの中心部に向かってるって言ってました。もうまだ今どれぐらい、今何時になったら、ちょっと待ってください、ね、ちょっと忙しいな。9時14分ですよ。ほら、あ、見えないか。あらら、ちょっと待って、見えない。今もうズームアップしてるから全然見えないですね。9時14分ですよ。9時14分、それもう終わって、ジャッジが終わって8時半から始まってますからね。8時半から始まって9時14分で、もう今パリの中心部に向かってるって言ってました、連絡したら。ただちょっとゴールデン、今ゴールデンのところリング行ってきたんですけど、まだいなかったから、その犬は今すぐねこっちに向かって帰ってきたんですよ。なんでそんなバタバタしなきゃいけないんだろうか。ちょっと多分このカテゴリーはいい犬出てるんじゃないですかね。チャンピオンクラスかオープンクラスか。イタグレはなんかおしゃれですね、イタリアングレーハウンドってね、なんかおしゃれだわ。このなんか体の大きさとかも含めてなんかおしゃれですね。すごい華奢で、なんかこの歩き方もそうですけど、これこういう犬を街中でどこでもいい、どこでもいいというか、まあ、海外の方がかっこいいかな。だからまあイタリアの街の中心とかニューヨークでもいいですね。ニューヨークでもいいけど、そういうところで連れてるとかっこいいかもしれないですね。大都市の真ん中で。県なのに街の中が似合う犬みたいな。だってサイトハウンドなんだから、目で見て獲物を追う犬種ですからね。猟犬なんですけどね、猟犬なのになぜか街の中が似合っていますみたいな。だからスムースの、また大きな声で言ってるけど、スムースのダックスフンドのちっちゃいやつ、ミニチュアのスムースのダックスフンドとかを、ニューヨークの街の中で黒人のすごいでかい体のスマートな黒人がスムースのミニチュアのダックスフンドを連れてた、すごいなんか
おしゃれだったんですよね、それ見た時すごいかっこよかったですよね、あれ。だからあんな感じでいたぐれも同じように見えるんじゃないかなと思いますね。もちろんこれ犬を連れてる人もね、おしゃれじゃないとダメなんですよね。まあ当然ですけど。これは、ヨーロピアンドッグショーです。ヨーロピアンドッグショーパリです。2022年のヨーロピアンドッグショーパリです。僕はねパリに初めて来たんですよ、今回。パリはねやっぱねおしゃれですよ。あの建物とか色、建物の色の使い方とかすごいおしゃれですよ。ジャッジすごい見てますね、今。ジャッジすごい見てますよ。ジャッジすっごい見てますよ。今こっち側にジャッジいますけどね、画面に映ってませんが、ジャッジすっごい見てます。全部の犬をすごい見てます。ジャッジここにいます。すごい見てます。ね、このジャッジはね、何人って言ったっけ、イタリア、どこだっけ、あ、違う、ポルトガルだ。ポルトガルのジャッジだって言ってました。いや、いいジャッジだって言ってましたね。
そういう順番で決まりましたね。難しいですね、ジャッジがね、難しい、本当難しいジャッジだと思いますね。コーツつけがたい。ジャッジの方って大変ですよね、選ばなきゃいけないから。で、選ばなきゃ、絶対選ばなきゃいけないのに、選んだら恨まれたりとかしますからね。うちの犬の方がいいのに何やってんだお前みたいな感じで、すごい恨まれたりとか、あるいはなんかお前賄賂もらってんじゃないかみたいなことをね、考える人もいるでしょうしね。大変ですよね、本当ね。よかった、まだやってました、間に合った。あー、よかった。これイタリアングレーハウンドを逃してどっか行ったら大変なことになりますからね。絶対会わなきゃいけない人がいて、まあ、もちろん会ってるんですけど、なんかちゃんと挨拶しないでお別れできる感じじゃないから、ちゃんと挨拶しなきゃいけないんですかったんですが、ちょっと友達の犬のリングに行ってくるからとか言って、さっき言ったから、もしいたぐれがその間に終わってたらどうしようと思って、今急いで帰ってきました。あのね、ゴールデン見なきゃいけないんですけど、もう分かんないからもういいです。もうその犬知ってるから、ゴールデンと、あとなんだっけ、あとトーラ、ノバスコシアダクトーリングレトリバーと、あとなんだっけ、ラゴットロマニオロ、今ラゴットのリング行ってきました。ちょっと朝、今何時なのかな、うわ、すげえ電話かかってきてる。10時26分朝何時つったかな、8時ぐらいだった、8時前だったかな、7時半とか8時前ぐらいに着きましたからね。2時間半から3時間ぐらいずっと立ってますから、ちょっと疲れてきましたね。若い頃ね、別に3時間ぐらい立ってても別にどうもなかったんですよね、なんともなかったんですけどね。なんかもうおじいさんになってきたな、ちょっと疲れてきた、3時間立ってると。54歳独身カニ座ですからね。
足がすげえ痛いわ。この黒い板グレ多いですよね、なんかね。黒い板グレの方が人気なのかな。まあ、確かにおしゃれですね、黒い板グレは。なんでずっと吠えてんの。うるせ。そういう悪い言葉を使ってはいけません。なんかうるさいな、本当に。ずっと吠えてますね、なんかね。なんでずっと吠えてんだよ。行儀が悪いわ。あんまりあんなにずっと吠えることないんですけどね、動物会場で。あ、ちょっと収まってきましたね。また吠え始めた。なんかうるさいな。なんとかうるさい犬がいますね。板グレはちょっと、これはすごい。おしゃれさんの犬ですね、板グレは。誰もマスクしてないですよね。今日は2022年の4月22日です。日本では多分マスクしてない人いないですよ。今これフランスのパリの読書会場ですが、誰もマスクしてないですね。誰もマスクしてない。僕はもちろんしてますよ。誰もマスクしてないな、そういえば気づいたけど。だからさっきからジロジロ見られるのかな、僕。まあ、その日本人だから、その、まあ、アジア人少ないから結構なんかただ見られるっていうことはいっぱいあるんですけど、ヨーロッパとかアメリカとかオーストラリア行くと。だけどそのもしかしたらマスクしてるからかもしれないですね。もう今ね、まあ、僕だけじゃないかもしれませんが、そのマスクしないとね、逆にそのなんかね、なんか裸でいるような気持ちになるんですよ。なんか服着てないみたいな感覚がありますね、マスクしてないと。何か忘れてるみたいな。だからマスクをしない方がむしろ違和感があるんですが、この犬一番です。この犬一番。うわ、みんな前に出ていたらお尻しか落ちない。この犬一番。この犬二番。もう 3番はちょっと映んないかもしれない。ちょっと
釣りましたね。今足をなんか犬の足を踏むんじゃないかと思ってちょっと心配しましたね。ほら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 、この回るときね、危ない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 、なんか足犬のほらほらほら、今こうこう回るときには犬の足を踏みそうだ、危ないですね。そうそうそう、これくらいこう離れてるとね犬と安心なんですけど、危ないわあの人。ほらほらね、こういうふうにほら離れてるとね犬と人間が安心なんですけど、ほら足が細いからいたぐれはちょっと踏んだら折れますよ、骨折しますよあれ。ほらちょっと近いでしょ、ほらねちょっと体とね犬がね、これくらいだったらいいんですけど、この人危ないわ。ほらほらほら、今危ない、マジであの男性危ないわ、足踏みますよ。CACIB だ。CACIB だ。キャッシュビューか。キャッシュビューが決まった。キャッシュビュー決まった。どういうこと？何のキャッシュビューなんだろう。え、向こうは後ろこっちだ、こっちに行ってみたいなみたいな。よし、 OK、 一旦止めよう。これベストブリードが決まりますよ。なんて書いてあるのか分かんないけど、あそこに選ばれます。わ、どの色がいいかな。この黒い犬が選ばれるんじゃないですかね。どうでしょうか。胸のところにちょっと白いのがあるな。
まあ、ちょっと待って、ちょっと真剣に見よう。わあ、わかんないな。いや、本当にわかんない。どの犬が選ばれてもなんか、ああなるほどみたいな。このハンドラーすごいちょこちょこ動いてるわ。足が悪いのかな。イタリアングレーハウンドなんか飼ってらっしゃる方々っておしゃれですね。なんかね、その海外の人も。この僕の右、今僕立ってるところの右に僕のお友達とそのお友達のお友達がいるんですけど、すっごいおしゃれですよ撮らないけど。だってもうビデオで撮ったらおかしいですよね、なんかね。どの犬が選ばれるかな。どう思われますか。あの黒が選ばれるでしょう。あの黒が選ばれるでしょう、ね。どの犬が選ばれますか。2番目か3、まあ難しいな。あの黒い犬が選ばれるでしょう、多分。これがこの犬がね、ね、まあそういうこと、そういうこと。まあそう思った、僕もそう思った。2番目、うん、そういいかなと思った。BOB 決まりました。この黒い犬が BOB。これ BOB。 2番目。